押し止まり港は北海道利尻郡利尻富士町にある港湾。港湾管理者は利尻富士町。港湾法上の地方港湾に指定されている。お庭気候区がある。利尻島での産業や観光の拠点となっている。押し止まりフェリーターミナル前系押し止まり港に入港するハートランドフェリーボーディングブリッジとトラック貨物。押し止まりフェリーターミナル正面エントランス側ボーディング。 ゲートと1階待合ロビーへの下りエスカレーター1階に、ある観光案内所と発見カウンター2階待合ロビー地図港アシスの登録エリアには、フェリーターミナルのほか、産地水産品直売所、押し止まり交力地、ペシミ先などがある。地図フェリーターミナルは、リシリ島、押し止まりターミナルとして、海の駅に登録している。フェリー1885年に共同運輸会社による、 マシケ航路が、宗谷、西里、レブンまで延長し、開拓によって増加する人や、物資のための交通アクセスを確保していった。百九十二年には、弟子北き総運会社によって、当期間でもマシケ、網走館航路が、大庭木、押し止まり、更新に寄港するようになった。1九百年には、通年の定期航路として日本郵船によるおたる、稚内館航路が開設し、 往復ともに、マシュケ、ヤキシリ、手売り鬼オ押し止まり更新に寄港した。さらに、1915年までには、靴型、船帽子、船戸まりが寄港地となり、当時のリシリレブンすべての自治体に寄港していた時期もあった。昭和になると、鉄道の布設に伴って、輪っか内が交通の拠点となり、1936年に、 輪っか内と利尻霊文を結ぶ航路が開設した。1945年には、利尻、ブ文両島すべての自治体と連絡するようになった。これにより、小樽からの航路から輪っか内がなくなり、藤山海運による鬼脇、木、防止、靴型、押し止まり、更新、船止まりに寄港する小樽リレー航路となった。ありがとうございます。